はい、どうもこんにちは、ナナユです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は1999年度の JMO 予選の問4です。実際の問題には図がないんですけれども、図を入れました。一辺の長さが1の右の立方体で AG を通る平面、これ対角線ですね。対角線 AG を通る平面で切った時の切り口の面積の最小値はということです。まあ、これ決して難しい問題ではないんですけれども、切り口がどのようになるのかっていうものを考え出して、まあ、ちゃんとね自信持って答えられるようにするにはどうしたらいいかっていうことですね。例えば、切り口が BF のここに来た時にはこの線になるので、こんな感じになるので、この三角形の面積の2倍になるなっていうのは分かると思うんですね。でも例えば EF の間にこの切り口ができる場合もあるわけです。で、そういうことを考え始めると倍分け結構入るのかなっていう感じがしますよね。で、対称性を利用して、まあ結局その BF のところに線があってもいいよっていうことをきちんと述べた方がいいかなと思います。まあこれ答えだけなのでね、予選の問題ですから。だからまあある程度その勘で答えても当たることはあると思うんですけど、まあちゃんと記述だったとしてしっかりとその証明をしていきましょう。まずですね、この AG は対角線なんですけど、この対角線はこの AB という線と、これ A から出発線になって3方向に分かれてるんですけど、 AB という線、ちょっとなんかにダブっちゃいましたね、とそれから AD というこっち側に向いてる線と AE というこの3本の線ですね。この3本の線は AG に関して対等なんですよ。まあ要するにこれ正三角形を形成してるじゃないですか。D と B と E というのは正三角形を、こっち裏側ね点線で書きましょう、構成してるので、まあそれの重心を通ってるんですよ。まあ、これはねベクトル使って証明することはできるんですけど、三角形 DBE の重心を通っていって、この線分ですね、123というのは、まあ AG の垂直な方向から見ればそのちょうど、対称になってるんですよね。でそれが同じく G を頂点とするこのこっからの3方向と対応してるんですよ。この GF と GH と GC ですね。まあちょっと書いておきましょうか。AG に関して、それから、GC と GH と GF、これも対等ということで、まあ対称性が使えるってことですね。で番号ちょっとつけましょうか。この1番、ここを1番というふうにしましょう。1番、2番、3番という形にしましょう。で、それなんでかっていうと、要するにぐるっと1回転させたいとすると、この1が2に、2が3に、3が1に回転するように、ぐるっと AG を中心として回転させたときに、同様にこの1が2に行きますよね。で、2が3に行きますよね。回転させると、で3が1に来ますよね。まあこんなようなその感じになってるわけです。でそうするとね、例えば1と1でこうつながってる BF っていうのは、ここの線はこのオレンジで今書いてる BF の線は、ぐるっと1回転させると2と2のところに行くので、ここに来るわけですよ。だからオレンジの線はもともとは BF だったものがぐるっと回転させると DC に行くわけです。だからここの丸1番のこの線は BF はここに移動するわけです。ですか？で3番と3番のところに、くっついてるところ、今度は EH のところ、ここに来るわけです3番で。BF のところで交わってるということと CD で交わってるってことと EH で交わってるっていうことはまあ同じだってことですね。はい、それから、
CB のところ、ここがどうなるかっていうと、これはここと同じだっていうのが分かりますかね。ここと。まあ、ぐるっと1回転させれば分かると思うんですけど、ここが1だったら、ここが2になって、ここが3になるってことですね。いいですか？まあ、だから、例えばこの3のところが1に行くわけでしょ。そうするとここがここに行くので、ここに行くので、この青い線がここに移動するっていうのが分かると思います。ここの点はここの点に行くので、この3番の線がこの3番の線がこの1の線に行くってことですね。だから3で交わるっていうふうにしても、1で交わるっていうふうにしても本質的に同じなんですよ。だから別に CB のところで交わるみたいなことを考えなくていいってことですね。で、もう一回ちょっと元に戻します。複雑になっちゃったんでね。この切り口のところがどこにあるかっていう話で、まあ、どこにあっても基本的には変わらないんだっていう話をしたいわけです。だから、例えば点 P がここにあったとしますよね。ここの辺に点 P が切り口があったときに、中心通った点と結んであげて、これをそのまま延長するとこっち側にできますよね。つまりこの中心に対する、まあ、AG の中点ですね。AG の中点に対して、対象点を取ってあげるとこっちの DH の点に来るはずなんですよ。いいですか？で、まあ結局だからここで切ったのとここで切ったのと同じになるわけです。ここはここと同じだったわけです。いいですか？こことここは3つ同じだったんですよ、先ほどの説明で。そうするとこの EF のところで切って切り口があるのと、BF で切り口があるっていうのは結局同じことだってことがわかるわけですね。で、まあ先ほどね、言ったここの線はどこに行くかっていうと、ここはここ、それから、ここだったわけです。だから結局ね、ここの BF のところで調べていけば十分だっていうことなんですね。いいですか？はい。で、BF のところの点 P で、その AG との距離を考えます。点 P がその BF 上にあるっていうことを、まあ認めた上で、でそこの部分だけ考えれば十分だっていうことを認めた上で、話を進めていきたいと思います。点 P がここにあるときに、どうしたらその最初の点を見つけられるかっていう話ですね。ですか？で、これは点 P が、まあ、ここの中心を通るっていうときなんですけれども、この中心のところとこの B、この点を例えば M としましょうか。M ってしましょうかね。AG の中点を、M としましょうか。そうすると BM と MF という点はこんな同じ長さになりますね。で、ここちょうど垂直に下ろすことになります。中点取るとここは垂直になるんですよ。それは、二等辺三角形だからです。二等辺三角形なので中点を取って中点まで線を引いたらここは垂線になるってことです。まあこれ明らかにこの線とこの AG は垂直に交わってるってことが分かるといいんですけどね。なんでかっていうと、この、点 P が中点にあると、この点 P からそのまま抜けた線というのは反対側に GH の中点ができますよね。この点を Q と置くと、この PQ っていう線と、DB っていうのはこれ平行になるんですよ。いいですか？だから例えばベクトルなんかで言うと BD ベクトルと PQ ベクトルっていうのは同じベクトルになります。まあベクトルを持ち出さなきゃいけないかっていうとそんなことはないんですけど、まあ話を進めやすくするためにね、ベクトルちょっと使いますね。つまり BD ベクトルと PQ ベクトルっていうのは同じベクトルになるってことがわかります。でしかもこの AG っていうのは上から見るとどういう形になってるかっていうと、対角線でこういうふうになってるんですよ。
AG って A から下がってますけどね、下がってますけど AG ってこうなってるんです。でこっち側はこうなってるんですよ。つまり上側は BD になってるんです。で、PQ と同じベクトルなんです。ってことはこれ直交してますよね。まあ上から見ると直交してますよね。で要するにここは M を通っていってこう直角になってるんですよ、ここの部分。ってことはこの BF というこの線と AG っていう線の最短距離が MP になってるってことです。ここが両方とも直角になっているので、ここが直角でかつここも直角になっているので、その MP と AG が垂直かつ MP と BF が垂直になっていて、その AG と BF の最短距離が MP になってるってことですね。直線 AG と直線 BF の距離、これが、まあ、最短距離ですね。それが、MP になっているっていうことです。で MP はその対角線の半分ですから、ルート2の半分で2分のルート2ってことですね。対角線の半分、 DB の半分ですよね。では最初の S はっつったら AG を底辺と見たときに高さが MP の三角形です。実際に書いてみると、まあちょっとこんな感じになるかな。こうですね。この三角形の2倍っていうことになります。いいですか。高さがその MP になっていて、その MP が一番小さくなるところは、その AG と BF のこのねじれの位置の最短距離ですよね。最短距離の部分が高さになるようにすれば、もちろんその高さが最小になるわけで、これより小さくできないわけですから、当然この時が最短に、面積も最小になるわけです。いいですか？で、最初の S は、S イコール、三角形 APG かける2倍で出てきます。で、それは2分の1 AG かけるMP かける2ですね。で AG かける MP っていうのはルート3かける、2分のルート2で2分のルート6というものが答えとして出てくるというわけです。ですかね。これはまあ答えですね。まあ、初等幾何で簡単に解けてしまいますが、まあ、座標系を入れた答えっていうのもまあ可能なので、まあ、それについてもちょっと考察をしていきたいと思います。では一旦消します。座標系の入れ方はまあどういうふうに入れてもいいかなと思いますけどね、まあ、簡単なのは E を原点に取るのが一番分かりやすいかなと思います。つまりこっちを X 軸に取って、で、こっちを Y 軸に取ります。で A の方向をこっちを Z 軸にとって、ここの座標を1とするってことですね。だから F は100で、G はっていうと110ですね。で A はっていうとここの点は001で、じゃあ P はっていうと P は高さ T のところまで動いたみたいな形にして、この点 P は10t っていうふうに置きます。でまあ結局そうですね、ここからのベクトルとしてこの PA ベクトルと PA ベクトルというベクトルと、それから PG ベクトルを計算してあげて、成分で計算してあげればいいってことですね。 PA ベクトルは A のベクトルが A の座標から P の座標を引いたものなので、10t ですね。ってことはマイナス101マイナス t ってことになって、 pg ベクトルはっていうと、これは110から、
同じように 10t を引いてあげて、1-101-t というふうになります。で、この PA と PG で貼られる平行線形の、面積というのは、まあ、外積ですね。PA×PB の、外積の大きさになるんですね。まあ、これ知っとくとね、めちゃくちゃ簡単になるんですけど、まあ結局、だから外積でその外積のベクトルを出せばいいわけです。で、それは真ん中からこれ一周して計算するっていうのを私がまあ高校生の時代に覚えた方法なんですけどね、こうぐるっと一回転させた、こっちじゃないな。こっからですね、ぐるっと一回転させて、各0、1-t-10、それから1-t-01 で、ここに行列式を計算するとですね。で、そうすると、0×-t-1-t だから、-1-t。で、今度はここ真ん中ですね。0×1-t。-t×-1 で -t ですね。それから、-1×-1 で -1 ですね。で、これが、その PA と PB の、PA と PG のベクトル積ですね。t-1、それから -t、それから -1 っていう外積。それの大きさが面積になってくれるっていうわけです。ですか？なので、まあ、これ2乗計算しましょうか。そうすると、t-1 の2乗、-t の2乗、プラス -1 の2乗。で、t の2乗、-2t プラス1、プラス t の2乗足す1、2t の2乗、-2t、プラス2ですね。で、平方完成して出来上がりってことですね。2倍の、括弧 t マイナス2分の1の2乗、足す、2分の3っていうふうになって、でルート取って、S は S の2乗が2分の3よりも大きくて、したがってルート取って S は2分のルート6 t イコール2分の1で中点ということがわかります。まあ、こんな感じでね、証明もできます。まあ、座標を使ってね、証明をした方が、なんか、まあ、計算した感じになるし、まあ、しっかりとね、自信持って答えられるっていう面ではいいかなと思いますが、まあ、外積を使うかどうかっていうのは、別に、好みによるんで、別に外積使わなくたって面積公式はあるので、それ使えばいいだけの話ですね。はい、ここの面積の2倍が平方四辺形の面積なんで、その面積を計算してっていうことです。はい、いかがだったでしょうか。まあやっぱりね、キーとなるのは BF 上にその点を取っていいってことですね。切り口の一点がこっち側にあって、でそれを境に対称の点を取ったものが DH の方にできるわけですけど、その DH の方にできるっていうのはぐるっと回転させれば EF の方にも入るし、だから EF で切った切り口があったものは結局ね、回転させてそのもう一方の切り口が BF に入ってくるわけですから、別にね、どこにあったっていいわけです。まあそんなことがね、見えてくれば、まあ、回転させてね、そうここの BF 上にあるっていうふうにしてよいっていうところが、まあ、若干難しいかもしれないですね。はい、問題自体はその難しくないんですけど、この対称性を利用して処理するっていう段階がなかなか難しいかなと思います。頑張ってみてください。今日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。